じゃあボスあの忍者屋敷の次の動画のここね、はいはい、ここだからあっち場所のなんかあるんで、あ、はいはいはい、あれがもし持たんかったらこっちへつなぎます。あ、わかりました、わかりました、はい、でも何かわからんしね、はい、ほんならちょっと行きますね、はい、じゃあ今日はね、はい、伊賀編、はい、確かあれあのもあるでしょ、はい、なんかええ感じのええ感じのもあるでしょ、はい、あれを入ると、はい、なんか場所の、はい、なんか庭みたいな庭園みたいなあったはずなんですよ。あ、そうなんですね、場所のね、はいはい、で場所大活躍じゃないですか。そうでしょ、でこの門がもう、はい、わあいい感じ、もうめっちゃいい感じでしょ、はい、でこれを入ると、はい、確か僕の記憶でこれを入ると場所の庭園みたいな、はい、が続いてたはずなんで。行ったことあるんですね。いや、だいぶ前にね、ちょっと記憶でね。あ、なるほど。この門をね、はい、くぐると、はい、くぐると、ん？ん？すみません。あれ？すみません。こっちでした。こっち、え？どういうこと？え？あ、こっちでしたわ。こっちが表？こっちからの、はい、だから僕らもオープニングの段階から中おったみたいですね。ああ、場所の庭におったっていうこと？だってほら、はい、なんて言うか、廃聖なんか、うん、え？中おったみたいですね。中おったということは、こっちには場所の庭はない。向こうにも？これが場所の庭やったんちゃうんですか。はい、あ、なんもこの建物は先見が残した上野市の重要な文化財です。傷をつけたり落書きなどしないようにと。あれ場所の庭っていうイメージだったんですけど、はい、これが今、まあ、もしかしたらそうなんかもわかんないですけど、そうでしょ、ここで多分俳句を、はい、でこれがこう読んだんですか。あ、これほんで結局あれ何なんですかね。あれあれでつなぐんですね。じゃあもうつなぐにしても早くないですか。ちょっと散々ですね。散々ですね。この上の辺いよいよですね。もうもういよいよですね。これ、まあ、まだ城が残ってるからね。最後にね、救いはね、工事しとったりしてね。ほんまや、工事しとったりして、ほんまや、入られへんかったりしてね。これ何なんですかね。これね、何なんでしょうね。あ、あこに何か書いてますよ。書いてますね。からくり峠みたいな、からくりみたいな書いてますね、でもね。あ、はいはいはい。木曽義仲。木曽義仲の。はい。からくりなんちゃら。みたいな漢字書いてるんで。書いてますね。なんか大層な建物ではあるんですけど、これ忍者つながりなのか、うん、場所つながりなのか。廃聖堂って俳句を読むなんかやったんちゃうか。ああ、なるほど。じゃあちょっと読んでいきますよ。はい。松尾芭蕉の生誕300年を記念して昭和17年に建てられたものです。なるほど。まあまあ最近ですね。記念して建てられた。なるほど。八角形の平面、木造。外観は芭蕉の旅姿を建築に表そうとした。はは。なるほど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 。まあ記念の。塔。なるほどね。え、これ芭蕉の顔とかがイメージされてるんですね。そう、だからこれをザ・芭蕉をイメージしてるんですね、これで。はいはい。確かにこれ、あの、芭蕉が かぶってた傘。ああ、なるほど。一番上ね。一番上ね。はい。で、その下顔。顔。あれが。をイメージしてると。あ、はい。芭蕉を聞いたら怒りません？そうですよね。それは。わし、こんなんちゃうぞ、言うて。ね。はい。生誕300年後にそんなんされるとは思ってへんやろしね。ですよね。建物に例えられるなんてね。あれでも説では誰、松尾芭蕉って誰やって言われてるんでしたっけ。あれ、いや、あの松尾芭蕉は忍者やったんじゃないかっていう説があるちゃいましたっけ。え、実は誰かが芭蕉をやったんちゃうかってもありましたよね。あ、それを三成かなんか忘れましたけど。いや、ほんまですか。ちゃいましたっけ。いや、それ僕知らない、知らないです。あ、これほら、確かに立派は立派なんですけど、昭和の建物って聞くとね、ね、記念品でしょ。なんかそうですね、だいたいね、はい、伊賀市ってまあめっちゃお金持ってそうじゃないですか、はいはい、場所でどんだけ儲けれるんですかね。いや、どうなんでしょうね。場所ってそんなに
お金にならんような、うん、まあそう言っちゃ悪いですけどね。だって場所ってね、全国行ってるから。そうでしょう、各地にあるでしょきっと。はい、ね、ここで生まれたとて場所で年間何億ぐらい稼ぐんですかね。いやどうでしょう、忍者の方が儲けれるんじゃないですか。そうっすよね、絶対。これ中に何かが飾ってるって書いておったんで、はい、伊賀焼きの、あはははは、場所関係ないものまで飾られてるんでしょうね。これ開いてます。あ、ちょっと覗けはしますね。覗くのは覗けますね。これ覗いてみましょう。あ、なんか、え、すげえ。何何、え、はい、あ、これすげえ。見ます、これすげえ。え、これ何ですか。これが信楽焼きか伊賀焼きかの何かに芭蕉の像が、はい、あ、そういうこと。これめっちゃ上が、いや、あの石がそうちゃうんですか。はい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 、 え、あの石の上に芭蕉いますやん。いますよ。これいいっすね、はい、いや、これかっこいいじゃないですか。あ、これ発見ですね。これありっすね。これね、これありっすね。確かにね、これなんかもうちょっとアピったらいいのにね。誰もいないんで。芭蕉の像あります、言うて。これね、すごい匂いがいいですね。あ、匂いね。木の、はい、はいはいはい。めっちゃいい匂いしてます。めっちゃいいですね。ま、楽しいですね。楽しいですね。楽しいですね。楽しいと思いましょう。きっと楽しいんですよ。楽しいですね。楽しい楽しい。やっぱりここ芭蕉の庭で間違いないんじゃないですか。ですよね、多分、はい、ゆかりがあるから何かしら。はい、きっとね、はい、じゃあ明日の動画もお楽しみに。楽しみに。